袋エビウアメは、南高砂の甲殻類で、海水、淡水、地上に生息するものを含む。主に、関節子の最も基部に近い節に、薄い板状の膨らみようからなる、育児脳が形成されることで区別される。袋エビウアメは、甲殻類で最も大きな分類の一つで、約1万2000種が含まれる。大部分は、体長2センチメートル以下だが、 おそらく最大の種であるダイオウグソクムシは76センチメートルにも達する。この上目の最も顕著な特徴はメスが育児脳を持つことである。この育児脳は胸脂の最も基部の節から伸び、剛毛に覆われた大きく柔軟な膨らんようで囲まれ、胸骨を屋根とする空間の床を形成している。この空間は卵が抱かれる場所で多くの場合はここで直接発生する。 他の特徴としては、一体の顎足や球肢と紋歯の間の下学骨、胸部体節と融合しない甲羅を持つことである。いくつかの目では、万開陽性と呼ばれる段階で、最後一体の足をかく。地中に生息するテルモスバイナ目は、複卵んを持たず、メスの甲羅が伸びて、乱脳の背面を形成している。正確にどの目が袋エビ上目に含まれるかについては、若干の不合意がある。 マーチンデイビーズは以下の11目を含めている。しかし、ルパート、フォックスバーンズは、テルモスバエナ目を除外し、これをパンコリーダという別の目に含めている。また、ロフォガスター目、ミ目とピゴセファラモーファ目を一つのミ目にまとめている。しかし、メランドウィラソンは、分子データによりこの三つの目は禁煙ではないことを示した。また、ローリーメイヤーズは、 短脚目の一亜目であったインゴルフィエラを形態分類に基づいて目に昇格させている。ありがとうございます。